YouTube! はい、今日は、今日も中田さんに、出演の方を、してもらってます。おなじみになってきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、今日はね、中田君も、ゲレンデにこう乗り換えてもう何年になる ?4年ぐらいですね。になるんですけど、まあ、これからゲレンデを欲しいな、買いたいなって思ってる人に、まあ、ちょっと向けた、そんな動画を今日は撮っていこうと思います。多分車買うときっていうのは、まあ、ましてやゲレンデ、高い買い物なので、やっぱ長く乗りたい、乗ろうと思って多分皆さん買うんじゃないかなと思うんです。で、まあその観点からちょっといろいろ実際乗って買い替えてみてっていう、そういうところをちょっと聞いていこうと思います。はい、中田君がどう、実際もう3、4年所有してきて、なんかこう長く乗れるポイントっていうか、長く乗れるポイントはまず一番でかいのは飽きないことですね。ああ、確かにね、飽きが少ない。で、なんで飽きないかっていうと、まず新しい型モデルマイナーチェンジしても、あまり違いがわからない。やっぱ国産車とかだとちょっと言葉をあれがして古臭さ感じちゃうんですよ。もうこれ前のモデルだよね、前のモデルだよね、なるねっていうのが一番大きなポイントかなと思いますけど、ね、確かにね、飽きが少ないのか。中田君が前乗ってたのがアウディの A5 のスポーツバッグ、はい、ドアとか、あれはどう、実際乗ってみてやっぱ秋は来た。切る前に壊れましたね。あれか、壊れるっていうか、まあちょっとウィークポイントだったもんね。そうですね、アウディは。そうですね、オートとかあれは走ってては楽しいですだったんですよね。でもやっぱ飽きてたのかな、もうかなり前の話なのでちょっと覚えないですけど、やっぱ飽きたもんで変えたんでしょうね。そうだよ、そうか、飽きてなかったらまあ直して。そうですか。その前のアルファードは飽きました。アルファードは何年ぐらいだった？1回目の車検で変えました。3年か。はい、そっか、3年だとまあ多分早いスパンの方になるね。まあやっぱりあれだね、外車は乗っててこう楽しい車なので、そうですね、飽きにくいっていうのはあるかもしれないね。で、ましてやゲレンデはそういうね、長いモデルなんで、まあ輸入車の中でもダントツ飽きが少ない。そうですね、飽きてもいいよね。中田君の場合ホイール変えたりとか途中でしたんですけど、そうやってちょっといじるだけでまたなんか新鮮な気持ちになれるよね。あと長く乗れるポイントとしては、飽きない、維持費ちょっとその他の車に比べちゃうと、自動車税はやっぱ排気量が大きいので、中田君これが G500 だね。そうですね、の 5000cc なんで、通常の年額でいうと、88,000円ですね。88,000円で、ただ13年経過しちゃってるんで、10万1200円、ちょっと割増しになっちゃうかな。でもまあそれも1ヶ月で割ると月1万切る。まあそうですね、そうだよね。まあ税金がまあちょっと他の車と比べてやっぱ少し高くなるっていうところか。そうですね。でも故障とかそんなないもんね。どう？故障はないですね。多分維持はしやすいと思うんだよね、ゲレンデって。外会社の中でも、そこも長く乗れるちょっとポイントにはならないか。そうですね、やっぱり好きだけど修理ばっかりお金がかかるだと、維持がしたくてもできんってなって、やっぱ変えると思うけど、あとやっぱ日本の道を乗ってる、乗ることに関して不自由がない。ああ、なんか具体的にある？まず走りやすさですね。運転のしやすさ、車幅なりである程度高さがあるんで乗りやすい、疲れない。ああ、そうだね。っていうのは一番でかい。で踏んだらこのボディの大きさだけどバーッと走ってるし、ストレスはないですよね。ああ、そうか。でもそうなると長く乗れるポイントが、1つ目が秋が少ない。で2つ目がちょっとこれはポイントの方なんで、メンテナンス、ランニングコストが、故障が少ないっていうところっていうのがポイント。デメリットとしては、その自動車税、年間の自動車税が排気量が大きいんで、ちょっと普通の車と比べてちょっと高いかなというところかな。そうですね。あとどんぐらい乗りたいなって、僕は死んでもゲレンデに乗ってますなのか乗るでしょうね。あとはちょっと音が静かなタイプなんで、これを今所有してるノーマルマフラー、攻防車に乗りたい。G63 あたりが、マフラーを AMG マフラーに変えてとかっていう感じか。でも逆にそれを例えば G500 でも AMG マフラーに変えてやったら、多分またそこでそれもういけると思います。いけちゃうっていうことだもんね。本当飽きんもんね。飽きないですね。あとは僕趣味がゴルフなんですけど、ゴルフ行くのも不自由じゃない。ああ、そうか。僕が出かけるのも不自由はない。一番不自由だなって言えるのはコンビニちょっと行こうかなって時ぐらい。ちょっとだけ乗ろうって時は。ちょっとね、そうだね。ピッとね、乗るっていう感じではないか。そうです。確かにね。逆にそれは分かる。分かる。そうだね。そんな感じで、ゲレンデね、これから買おうと思ってる人、もしこの動画見てもらってちょっと参考にしてもらえたら嬉しいなっていうふうに。はい、今日はありがとう。いいごちそう。ではそんな感じで今日は終わります。それではマハロー。